こんにちは、ヤドです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手どんな方でしょうか。お相手1級の方ですね。棒銀がお得意の方ということでやっていきたいと思います。ただ、得意戦法が、初段なので、まあ、実質初段ですね、この方は。まあ、なかなかね、1級と見せかけて普通にもっとちょっと強いなと感じるっていうことがよくあるんですけれどもね、得意戦法のところを見ればね、いつも一目瞭然なんですよね。さあ、これはちょっとトラップ気味に飛車先ついてきましたけれども、しっかり対応しておきましょう。で、これ角引いておきまして、飛車先ついて銀上がって棒銀決めていきたいんですけれども、これ棒銀もしかしたら決まるかもしれませんね。決まりそう。これは棒銀決まります。これはもう一直線という感じなんですけど、取っておいて問題ないか。桂馬。さあ、ここなんですけど、歩打ち2分30秒、歩打ちで成立している。桂打ち、いや、これちょっといまいちか。まあ、ちょっと端詰めておきますか。わからないので。これもう一回端詰めておいて。さあ、銀ですね。銀はまあ一回取っておくと。で、まあ、普通に考えたらここに銀打ちで角いただきますという形なんですけども、なんかね、あんまり、美味しくない気もするんですよね。まあでもこれ隠れ取る一手ですよね、明らかに。あ、そっちを取ってくるんだ。そっちを取ってくるとしても、これでこの王様でこの歩は取れないから、まあこの桂馬が一応手に入りますよっていう話になりまして、これはかなりいいんじゃないかなっていう気がしますね。しかも、この飛車あたりでの王手飛車こそないものの、王様のかなり危険なラインに角筋を通すことができるんで、これは必勝形ですね。まあ、かなりいいかなと思います。こっから負けるとしたら、どういう手があるのかな、ちょっとわかんないですね。さすがに。さあ、お相手、なかなかもう動き出さないですけれども。まあ、これでも通信不調とかいう感じでもないので、しっかり考えてらっしゃるということなのかなと思います。あるいは、ここでの銀打ち。まあ、これ一回取っておきましょう。王手しておいて。そうなんですよ。これ実は角が効いてるんですよね。なんか決め手ないのかな。決め手がないの、これは。この辺に角打っ、じゃない、桂馬打って、角上がりでかなり王様狭くなりますよね。そうですね。これは角上がりましょう。打った方がいい。まあ決め手というか、王手飛車もあるんですよね。でも王手飛車するより、まあ角上がっていった方が勝利に近いと思われます。1分30秒。で、あ、これ飛車切っちゃってもいいのか。飛車切っちゃって、すぐに打ち込みどころもないですから。で、ここで飛車当たりにしておいて、ここの角成りが厳しいですよっていうお話ですね。さあ、これでどうでしょう。で、時間もね、実はそんなに、こちらがめちゃくちゃいいわけではないっていう感じなんですけど、まあ、これはさすがに馬なっていきまして、あ、そっちに行くのか。そっちに行くんでも、決め手。決め手が見えない。相変わらず決め手が見えないんだよな。いや、これちょっと分かんなかったですね。さあ、これで金打って逃げられてで分かんないんだよな。
いやこれちょっと悪くしたか、いや悪くしてないか、これでさすがに罪か。はい、ありがとうございました。ちょっと一瞬最後のところ見失っちゃったんですけど、まあ、なんとか処理できてよかったんじゃないかなというふうに思います。ちょっと終盤力鍛えていきましょう。さあ今日ですね、残り1試合、やっていきたいと、思っております。お相手どんな方でしょうか。お前がこっちだ。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。初段の方ですね、四間飛車がお得意の方ということなんですけども、得意戦法が2段だったんですよね。つまり2段ですさっきの方と似たようなトラップなんですけど、まあまあ、あの基本的に超強い方ということなので、私にとってはね、一生懸命やっていきたいと、思っております。まあまあ、得意戦法2段と、得意戦法がね2段とはいえ、あ、向かい飛車に組み替えてきましたね。まあそれでもね、あの基本的には初段なはずなんで、まあちょっと気楽に、まあ、五分五分のね、実力を持っている者同士ということでですね、気楽にやっていきたいと思ってるんですけど、これなんかさっきと全く同じような展開になってますね。あ、さっきっていうのはそうか、この収録をする前に1回ですね、似たような、展開の試合をですね1局だけやったんですよね。でここに歩打たれてみたいな感じなんですけど、歩打たれて引いてそこに角ぶち込まれてっていうのがさっきの展開だったんですよ。まあちょっとこういう風にしておいて、あ、桂馬跳ねてくるんだ。桂馬跳ねてくるのは知らん。まあここ飛車打たしてもらい、あ、そこに飛車打つのか。なるほどね、研究されてるなこれ。2分30秒。なるほどなるほど、そういうことか。でももう一回打つか、そしたらで、桂馬取っていって、まあ、できればこの歩回収したいけど、そうはさせてもらえないでしょうね。そうですよね、まあ、金寄っておきますか。これはで飛車が引いたところで、これが詰めろに、ここの銀打ちが詰めろになるんで、対応だけしとかないといけないっていう、まあ、ちょっとめんどくさい展開ですね。で多分劣勢ですね、大劣勢レベル。あ、香車取ってくるんですね。香車取ってくるんだったら、ちょっとこっちも桂打ちなんかしてみて、まあちょっと攻め手をですね考えていきたいところです。で強者取っておいて、まあ、いつでもどこでも防御の桂打ちもできます、強打ちもできますし、桂打ちもできますしという状態にしておきます。角ね、2分。まあその角はありますよね、確かにね。あんまり意味ないか、この角打ち。もう一回打ってくる。もう一回打ってくる角にはちょっと厳しいんだけど、こうするしかないか。なるほど。取られて取って。さあ、こっからどうなっていくでしょうか。寄ってくるのかな。まあ、寄ってくるには、これもう一回ちょっと、これ上部脱出もちょっと考えといた方がいいかもしれないですね。角そこに打ってくる。強打ち。耐えろ耐えろ、耐えてくれ耐えろ、耐えてくれ的なあれですね。1分30秒。角打つのかなちょっと成立してるというふうには思えないんですけど。強で取るしかない？強で取るしかない？切られて？馬で入ってくる、取る、逃げる。ああ、これで詰んでるか。詰んでますね。はい。
これは、投了やむなしということで、ありがとうございました。まあ、というわけでですね、まあ、初戦はどうにか勝つことができたんですけれども、2戦目は、ちょっと、残念ながらという感じになってしまいましたので、ちょっとですね、解析だけしていきたいと思います。あの、同じ轍を踏まないために。これは反転しておいて、ここですよね。この、ここの駒組みのところで、向かい飛車にしてきたところで、向かい飛車にしてきたときに、まあ、この、王様上がった瞬間にこの歩を突かれちゃうんですよね。だから王様上がっちゃいけないというのが正解なんですけど、この手でのこの局面での最善手が金上がって銀そか、なるほどなるほど、そうかそうか、分かった分かった。これ王様上がる前にこれ銀上がっておかないといけないですね。ここの銀を上がっておかないといけないと、じゃないと歩突かれて王様上がってるタイミングで、王手飛、隠れ王手されて、でそれを何かで受けてしまうと角ぶった切られて、飛車を抜かれるっていう筋になってしまうんで、まあ、ここで銀を上がっておけばそれが大丈夫っていう形になるということですね。はい、というわけで、勉強になってよかったかなというふうに思っております。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。